料理好き集まり始まりましたえっとこのスタジオでやるのは本日で最後になりますなのでよろしくお願いします30分45分頑張りますということで今日はね予告なしにすごいの作ってきますって書いてあるんですけどそんなにすごくありませんとりあえず私の今作りたいなと思った最近のちょっとヒット やろうかなみたいな感じのをちょっと作って、ちょっと秋だしね、ちょっとパパッと秋を検索したら、運動会的な単語が出てきたんですよ。ということで、ちょっとなんかこう、運動会で子供も好きそうなやつ、ちょっとわいわい系の、ちょっと盛り上がるかな的なやつをチョイスして作ってきました。じゃゃあパカん。 感じほいなんと肉巻きおにぎりです肉巻きおにぎりどこのやつか知ってますか発祥発祥はですねなんと九州宮崎です東国原さんのやつ私は一回宮崎に旅行に行ったときにこの数倍でかい あの肉巻ききおにぎりをいたただきました、まあ、それはそんなに参考にしてないんですけど結構ね過去の記憶なのでまあそんな感じでちょっといろいろと自分なりにアレンジして作ってみましたそしてこっちはまあ運動会っぽいかなと思ってエビをカラッとね揚げてみたりそしてお肉を入れてみたりまあ,あと卵ねまあその他もろもろで。 ちょいろいろと作ってきましたのでまたこの後レシピをご紹介したいと思いますえっと何秒かね全然わかんないありがとうちょっとまあいい感じでやりましょう最後なのでねちょっと鼻声な感じですけど少し風邪をひいてしまいましたがこのまま突っ切っていきたいと思いますちょっとね喉はカラカラになってきてます風は 気をつけましょうでも風邪エキスは入ってないので今日も愛情込めて作ってきましたのでこの後ご紹介いたします。